大丸さん、おはようございます。おはようございます。帝国となり定足数に達しておりますので、ただいまから建設環境委員会を開会いたします。本日は本委員会に付託されました決算議案につきまして、閉会中審査を行うことといたしております。審査に入ります前に、まず決算審査の進め方についてご説明いたします。まず審査方法についてですが、これは9月21日の本委員会でも報告いたしましたが、まず一般会計決算の歳出及び各特別会計決算の歳出の審査については、平成29年度における主要な施策の成果に関する調書及び都市開発基金の運用状況に関する調書に基づいて、また各特別会計の歳入の審査については平成29年度八代市特別会計歳入歳出決算書に基づいて説明を聴取し、監査委員からの審査意見も含めたところで質疑を行うこととしていたしております。また審査の流れといたしましては、それぞれの決算ごとに質疑討論採決を行う予定としております。その他審査方法については、お手元に配布しておりますような方法で進めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。次に審査の日程についてですが、事前に配布の日程表の通り、審査の進行によっては予定している審査項目を来週9日火曜日の予定日に予備日に繰り越すことも考えられます。以上、本委員会の審査がスムーズに進みますよう、委員の皆様方のご協力をお願いいたします。それでは本委員会に付託されております決算議案3件の審査に入ります。まず議案第114号、平成29年度八代市一般会計歳入歳出決算中委員会関係文を議題とし、執行部より説明を求めます。それでは第4巻衛生費及び第10巻災害復旧費中市民環境部関係部について市民環境部から説明願います。はい、委員長。塩崎市民環境部長。はい、皆さん、おはようございます。おはようございます。市民環境部の塩崎です。平成29年度一般会計決算審査にあたりまして、市民環境部が所管いたします主な施策につきまして、まず総括させていただきます。座って説明させていただきます。それでは総括の内容でございますが、まず歳出決算の概要について、次に施策の概要としまして、環境保全関連、環境施設関連、環境センター建設事業、廃棄物処理関連の5点について総括いたします。まず1点目、歳出決算の概要についてですが、お手元にございます平成29年における主要な施策の成果に関する調書その1の11ページをご覧いただきください。よろしいでしょうか。はい、それでは上段の目的別の4番衛生費についてご説明いたします。なお衛生費につきましては、健康福祉部所管分と市民環境部を含めた決算額が記載しております。衛生費の予算減額は、よろしいでしょうか、左から3番目160億5815万1000円、支出済額が94億8071万6000円、翌年度への繰り越し額が63億4019万4000円となっております。予算の執行率は 97.6% で、歳出額に対する構成比は 14.4% でございます。また前年度平成28年度決算額が65億160万6000円でありますので、
前年度比較では29億7911万円 45.8% の増となっております。これは環境センター建設事業の推進を進捗を図ったためでございます。なお各事業ごとの決算につきましては後ほど稲本次長に説明いたさせます。次に2点目、環境保全関連でございます。環境基本法でいう典型7公害と言われます事象の中で、市の自治事務でございます騒音、振動、悪臭対策を実施したほか、市内各事業所と締結しております環境保全協定等を運用し、良好な生活環境が保全されるよう公害規制や指導事務などを継続的に実施しております。九州新幹線の騒音振動につきましては、開業以来騒音振動測定を実施し、環境基準の超過が引き続き確認されましたことから、昨年10月4日に結果の公表に合わせて鉄道運輸機構および JR 九州に対しまして文書で環境基準の達成などについて要請を行っております。その他、地球温暖化対策の一環として平成21年度から取り組んでいる市民の個人住宅に対する太陽光発電システム設置費補助につきましては、平成29年度からは蓄電池に対する補助を追加し、再生可能エネルギーの普及とともにその利用促進を図ってきたところでございます。また球磨川河口の干潟につきましては、国際的な自然環境の保護基準を満たしていることから、いわゆるラムサール条約の登録に向けた調査を平成29年度から取り組んだところでございます。次に3点目、環境施設関連でございます。平成29年度時点で運用している施設は、西条清掃センター、飼料処理施設、浄化槽汚泥処理施設でございます。西条は昭和55年の許容開始から37年が経過しており、老朽化が進んでおりますことから、炉の修繕などを計画的に行い、施設の延命化に努めております。清掃センターは平成50年の許容開始から42年が経過しておりますが、ご承知のとおり平成30年6月末日をもってゴミの受け入れを終えております。飼料処理施設は昭和35年の許容開始から57年が経過しており、最も老朽化が進んだ施設でございますので、計画的な修繕や改修を行い、適切な維持管理に努めております。浄化槽汚泥処理施設は平成18年の許容開始で11年が経過しております。他の施設に比べて新しい施設といえます。今後当該施設に搬入される浄化槽汚泥の増加が見込まれるため、処理能力が低下しないよう適切な維持管理が必要と考えております。次に4点目、環境センター建設事業でございます。平成29年度については、環境センター施設本体工事の進捗を図ったところでございます。工期については熊本地震の影響により平成30年9月末日まで延長することとなりましたが、DBO 事業および市直轄事業ともに地上建設部の工事は順調に進み、プラント設備や機器類の設置まで終了させたところです。また市内北部4町のゴミをクリーンセンターから環境センターへ受け入れを変更することに必要な生活環境事務組合の規約変更につきましては、八代市、氷川町、生活環境事務組合それぞれの議会のご承認をいただき、無事規約変更を終えることができました。なお環境センターは本年7月から市内全域のゴミを受け入れを開始し、10月から本格稼働となっております。最後に5点目、廃棄物処理関係でございます。平成28年熊本地震による損害家屋等解体支援事業につきましては、平成29年度まで実施したところでございます。平成29年度の解体棟数は152棟で、
2年間を通じて合計293棟の解体の支援を行いました。うち自費の解体が19棟でございます。また船長秘書管内の収集運搬業務委託に関する2件の裁判も年度末までに熊本地裁での27回にわたる口頭弁料が終了いたしました。その後平成30年5月30日に2件とも八代市の全面勝訴の判決をいただきましたが、相手方が控訴されている状況です。このほか二見と昭和にあります旧クリーンアメニティの産業配置産廃処分場に関する破産管財人及び熊本県の協議も活発化し、市が保管しておりました資金の使用目的などを定めた和解契約書を破産管財人と取り交わしました。その後平成30年7月17日に県を立ち会い人とし、破産管財人新会社八代市で新たな管理協定を締結したところでございます。最後に清掃センターの管理運営におきましても、熊本地震による施設災害を受けましたが、被害程度の調査や緊急補修、さらに廃棄物の場外処理先の確保などを行い、産業廃棄物処理業務の停滞が生じないよう努めてまいりました。結果的に年間314日の稼働を行い、3万2239トンの可燃ごみと5579トンの資源物の処理を行いました。焼却量については炉の整備補修や調整を施しながら、1日あたりの焼却量を平均86トンとすることができ、センターでの焼却量を増加させたことで民間への業務委託費を軽減する結果となっております。以上で説明を終わりますが、市民環境部が所管する環境部門への施策につきましては、環境課、循環社会推進課、環境センター建設課、環境センター管理課の4課が相互に連携を図り、市民の皆様の日々の生活と大きな関わりを持つ業務であるということを認識し、さらなる本市の環境行政の推進に努めてまいります。以上、市民環境部が所管します一般会計決算の総括とさせていただきます。はい、委員長。はい、稲本市民環境部次長。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。市民環境部の稲本でございます。本日はよろしくお願いいたします。じゃあ座らせて、説明をさせていただきます。まず平成29年度における主要な施策の成果に関する調査書その1および平成29年度一般会計歳入歳出決算書を用いまして、市民環境部所管分の衛生費と災害復旧費に関する主要な事業について説明をいたします。主要な施策の成果に関する調査の説明は、まず表中の左上にある事務事業名を申し上げます。そして事業の内容、決算額、特定財源及び費用額、今後の方向性の順で順次説明を行います。最後に決算書で主な流用額の説明を行います。それでは主要な施策の成果に関する調書の75ページをお開きください。75ページをお開きください。よろしいでしょうか。はい、それではまず上段の最上施設整備事業でございます。この事業は松崎町にあります八代市最上は昭和55年の供用開始から37年が経過しており、施設の老朽化が進んでおりますので、計画的な改修を行いながら施設の運転維持に努めております。決算額は852万1000円で、高圧受変電設備機器更新57万2000円、滑走路設備等修繕683万6000円などの改修費と、
仮想設備等保守点検業務委託46万4千円の委託料が主なものでございます。今後の方向性については施設の延命化計画に基づきこれまで通り安定的な運転と維持管理の継続が必要なことから現行通り市による実施としております。下段の狂犬病予防対策事業でございます。この事業は犬の登録や狂犬病の予防注射済み票の交付および狂犬病予防の集合注射などを市内各所の会場にて行うものでございます。決算額は244万1000円で臨時職員の賃金や社会保険料49万3000円観察狂犬病予防注射済み票など15万5000円獣医師会畜犬登録事務手数料90万9000円が主なものでございます。なおその他特定財源244万1000円は犬の登録料登録および狂犬病予防注射済み票の交付手数料でございます。扶養額は96万8000円生じておりますが動物病院での犬の登録や狂犬病予防注射済み票の交付件数が予定より少なかったことによる委託料の残や野犬捕獲実施交付がなかったことによる報奨費の残などが主な理由でございます。今後の方向性としましては現行通り市による実施としております。次に76ページの上段をお願いいたします。小型合併処理浄化槽設置整備事業でございます。この事業は建設部の所管する事業でございますが衛生費に依存しますので私の方から説明をさせていただきます。この事業は生活排水による水質汚濁を防止するため公共下水道事業や農業集落排水事業及び浄化槽市町村整備推進事業などの事業区域以外の地域において合併処理浄化槽を個人で設置する市民に対し補助を行うものでございます。決算額は5000トンで10万4000円で5人槽から10人槽までの計130基分に対する補助金4831万円が主なものでございます。なお特定財源として国庫支出金1796万6000円県支出金1610万3000円を充当しております。また扶養額1659万7000円が生じておりますがこれは浄化槽設置見込み174基に対し実際の設置数が130基となったためであります。今後の方向性についてですが個人による合併処理浄化槽設置を後押しする本事業は人口が集中する区域以外では経済的かつ効果的な支援策でございますので今後も引き続き推進していく必要があり現行通り市による実施としております。下段の環境保全対策事業でございます。この事業は主に公害発生源に対する調査として工場排水や悪臭、騒音、振動等の調査を実施するものでございます。決算額は553万6000円で九州新幹線鉄道騒音振動調査業務委託150万2000円大気汚染監視局維持管理業務委託133万5000円が5000円などが主なものでございます。特定財源の国県支出金17万6000円は県からの権限移譲事務市町村交付金でございます。扶養額31万6000円は業務委託の入札残が主なものでございます。
今後の方向性については、市に権限が付与された公害規制業務を中心に、定期的、継続的に調査等を実施し、公害の未然防止や環境負担、環境負荷の低減に対する継続的な対応が必要なことから、現行通り市による実施としております。次に77ページの上段の地球温暖化対策推進事業でございます。この事業は家庭における温室効果ガスの排出削減を図るため、住宅用太陽光発電システムや蓄電池設置に対する補助を行うほか、地球温暖化問題に関する啓発を実施するものでございます。決算額は1194万円で、住宅用太陽光発電システムなど設置費、補助金1000トンで34万8千円が主なものでございます。扶養額18万6千円は太陽光発電システム等設置費補助金に関して年度末に申請取り下げが2件ありましたことがその主な理由でございます。今後の方向性については、平成29年度から住宅用太陽光発電システムへの補助に加え、補助対象設備に蓄電池を追加したところでございまして、当面はこの補助制度の周知や活用促進を図ることが必要との考えから、現行通り市による実施としております。次に78ページの上段の環境センター建設事業でございます。この事業は老朽化した清掃センターに代わり、新たな一般廃棄物処理施設として八潮市環境センターを建設し、これに伴う調査等の業務を委託を行うものでございます。決算額は59億7766万8千円で、工事費としてエネルギー回収推進施設工事については、現年分が24億2千トンで59万2千円、私有施設整備基金対応分が8億7200万円、繰り越し分が11億368万3千円の合計43億9627万5千円。マテリアルリサイクル推進施設管理等車庫洗車等工事については、現年分が8億2500トンで6万9千円、繰り越し分が7億10001万円の合計15億3500トンで7万9000円が主なものでございます。翌年度への繰り越し額は63億3763万5000円で、そのうち現年分が繰り越し免許費43億725万2000円継続費の繰り越しである定時繰越費が20億1893万1000円、繰越分の定時繰越費が1145万2000円となっております。これは熊本地震の影響で工事期間を延長したのが理由でございます。扶養額89万円は重機類の備品購入費の入札残28万6千円が主なものでございます。財源内訳は国庫支出金として循環型社会形成推進交付金10億6667万円、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金943万6千円、地方債として合併特例債現年分が20億9650万円、繰り越し分が9億1760万円の合計30億1410万円、
その他特定財源として私有施設整備基金繰入れ金8億7200万円となっております。なおこの財源内訳の国庫支出金と基金繰入れ金のそれぞれの欄にある括弧書き決算書の決算額との差額は30年度への繰り越し充当財源につきましては総務委員会での歳入決算の審査内容となっております。今後の方向性ですが、平成30年10月の環境センター教育開始に向けて現行通り市による実施としております。課題の廃棄物処理対策事業でございます。この事業は昭和二見坂本地区にある廃棄物最終処分場の周辺環境調査及び敷川地環境保全用地近隣の地下水の調査、その他に不法投棄や野焼きの巡回と監視などを実施するものでございます。決算額は589万7000円で、不法投棄監視指導員2名分の賃金302万2000円、最終処分場周辺の地下水分析等委託59万2000円が主なものでございます。なお特定財源で県の補助金22万1000円を充当しております。扶養額47万円は不法投棄監視指導員の賃金残などでございます。今後の方向性についてですが、本事業は住民の生活環境への不安解消のために必要であること、また不法投棄監視指導員については事案発生の抑止効果などの観点から現行の体制のまま継続する必要があることなどの考えから、現行通り市による実施としております。次に79ページの課題のごみ処理施設管理運営事業でございます。この事業は中北町の清掃センターにおいて一般廃棄物の適正な焼却と処分及びごみ焼却関連施設や資源化関連施設などの適正な維持管理を図りながら、ごみの焼却処分と資源物のリサイクル化の業務を行うものであります。決算額は4億9447万8000円で、焼却処理施設運転管理業務委託1億4213万9000円、資源化物処理資源化施設管理業務委託3781万1000円、焼却灰等の処分業務委託1億1128万4000円、可燃性一般廃棄物処理業務委託3986万2000円、資源物原用機等運転及び資源ストックヤード管理一般搬入受付業務委託3716万3000円が主なものでございます。その他特定財源3億3498万5000円は搬入ごみ処理手数料収入1億2630万1000円、有料指定袋処理手数料収入2億858万円が主なものでございます。扶養額6289万円は焼却灰の発生が少なかったことによる最終処分費用の残額1427万3000円、高度排ガス処理に使用する薬品等の使用が減少したことによる消耗品費の残額614万9000円、その他に業務委託の入札などが主なものでございます。今後の方向性については、清掃センターから環境センターへのスムーズな業務移行を行い、適正な一般廃棄物の処理処分を実施する必要がございますので、現行通り市による実施としております。次に80ページの上段の
ごみ処理施設整備事業でございます。この事業は老朽化した清掃センターのごみ処理施設について、環境センターの完成まで適切な維持管理を行い、焼却能力の低下を防ぐため整備修繕を行うものであります。決算額は6,066,3000円で、焼却炉分解整備修繕3,024,000円、焼却炉の沿道崩落にかかる緊急停止による清掃センター1号炉沿道修繕372,600円、ごみ供給クレーン分解整備修繕148,600円が主なものでございます。不要額3,191,400円は清掃センターが閉鎖になることから、コスト削減のため整備を必要最小限にとどめたことによる残額および入札残などが主なものでございます。今後の方向性は、清掃センターの確実な閉鎖業務を行い、施設の適正な維持管理に努めることが必要と考え、現行通り市による実施としております。課題のごみ収集管理業管理事業でございます。この事業は各家庭から排出される一般廃棄物をステーション方式の収集体制を採用することにより、計画的かつ効率的に収集するものであります。決算額は2,789,380,000円で、有料指定袋の作成費5,000トンで43,700,000円、販売手数料1,000トンで23,800,000円、販売代金収納業務委託1,516,500,000円、本庁各支所所管の収集業務委託6件を合わせまして1,93,240,600,000円が主なものでございます。なお、その他特定財源1,774,200,000円は、再資源化物販売代金納付金1,653,500,000円が主なものでございます。不要額982,400,000円は、各種業務委託の入札残が主なものであります。今後の方向性ですが、収集業務はすでに民間業者に全てを委託しておりますが、車両管理業務の民間委託を図る必要があることから、市による実施括弧民間委託の拡大、市民などとの共同などとしております。次に81ページの上段の分別収集事業でございます。この事業は、各家庭から排出された資源ごみをステーション方式で収集することにより、一般廃棄物の最終処分量の削減および循環型社会の形成を図るものでございます。決算額は1,6435,800,000円で、本庁管内の資源物収集運搬業務委託1,3024,800,000円、鏡支所の資源物収集業務委託1,864,600,000円が主なものでございます。その他特定財源642,000円は、再商品化合理化拠出金でございます。不要額499,200,000円は、資源物収集運搬業務委託の入札残が主なものでございます。今後の方向性については、ごみ収集管理事業と同じく、収集業務はすでに民間業者に全部委託しておりますが、車両管理業務の民間委託を図る必要があることから、市による実施括弧民間委託の拡大、市民などとの共同などとしております。続きまして83ページの上段の市
資料処理施設整備事業でございます。この事業は衛生処理センターの維持管理上の安全性の確保および資料の適正処理を行うことにより生活環境の保全および公衆衛生の向上を図るものでございます。決算額は1231万2000円で、機器耐震化工事設計業務委託594万円や雑留材取り替え修繕213万9000円、破砕機ほか点検整備委託164万2000円が主なものでございます。扶養額208万4000円は業務委託の入札残が主なものでございます。今後の方向性については現行通り市による実施としております。下段の浄化槽汚泥処理施設管理運営事業でございます。この事業は浄化槽汚泥処理施設において本町管内で発生する浄化槽汚泥を適切に処理し円滑な施設管理運営を行うものであります。決算額は1億1346万4000円で、下水道使用料1672万円、浄化槽汚泥処理施設運転管理業務委託3000トンで23万6000円、脱水汚泥収集運搬中間処理業務委託3682万3000円が主なものでございます。扶養額604万4000円は各種業務委託の入札残および汚泥の発生量が当初の見込みより少なく中間処理量が削減できたことが主な理由でございます。今後の方向性については浄化槽汚泥処理の必要性が今後も続くことから現行通り市による実施としております。続きまして災害復旧費関係の事業をご説明いたします。186ページを開きください。186ページです。下段の熊本地震損壊家屋等解体撤去事業括弧繰越分でございます。この事業は熊本地震による損壊家屋等を所有者に代わって市が解体し、その際に発生する廃棄物については仮置き場に分別して集積し、その後運搬と処分を行うものでございます。本事業は罹災証明の発行状況などを考慮し、受付期間を平成28年12月28日までとしましたことから、平成28年29年度の2年間で事業を実施することになりました。事業申請数は306件でしたが、最終的な補助対象件数は271件で、解体した家屋数は平成28年度が141棟、平成29年度が152棟、合計で293棟でございました。平成29年度の決算額は8億938万9000円で、災害廃棄物受け入れ及び処分業務委託3億5853万7000円、解体撤去処分業務委託4億2153万円、現地調査等業務委託2557万1000円、リース料331万3000円が主なものでございます。特定財源の国庫支出金
4,477,000円は災害等廃棄物処理事業費補助金でございます。不要額は3,536,700,000円です。これは2カ年分の事業費を積算したときまでには家屋解体申請のあったすべての家屋調査が完了しておらず、最終的な家屋調査や申請内容の審査を行って事業を完了した結果、対象家屋数の減少や処分経費等の不要額が発生したものでございます。今後の方向性ですが、本事業が熊本地震の復興対策事業であり、平成29年度で終了した事業であることから、不要括弧廃止としたところでございます。最後に流用について決算書を用いて説明いたします。なお流用につきましては、一件10万円以上の流用を行った案件について、説明させていただきます。それでは決算書140、141ページをお開きください。140、141ページをお開きください。官4衛生費、公1保険、衛生費、目2予備費、予防費の右側備考欄でございます。節13委託料より官4衛生費、公1保険衛生費、目3最上管理費、節11需要費へ100,200,000円を流用しております。これは最上火葬業務において必要な火葬炉の燃料である灯油の単価上昇により予算が不足したため流用したものでございます。同じく次の段で、節13委託料から官4衛生費、公1保険衛生費、目3最上管理費、節19負担金補助及び交付金へ394,000円と、目3最上管理費、節11需要費から節19負担金補助及び交付金へ192,000円、また節13委託料から節19負担金補助及び交付金へ21,000円を利用しております。これは八潮市と氷川町の住民が市最上と組合最上を同一料金で利用できるようにする最上総合利用負担金の八潮市負担分において当初予定の件数より増加したため予算が不足し利用したものでございます。また142ページ、143ページの目3廃棄物対策費、節18備品購入費から節11需要費へ549,000円を流用しております。これは不要額を環境センターのごみ受け入れ開始に伴う周知用印刷物を作成するため流用したものでございます。また目3廃棄物対策費、節18備品購入費から節13委託料へ342,100円流用しております。これは重機類購入の入札残の不要額を熊本地震の影響により工期を延長した設計施工管理業務委託の増額分へ流用したものでございます。また次のページの144、145ページの目5人海処理費、節13委託料から節18備品購入費へ484,000円流用しております。これは収集車両購入の際に入札不調となり再度の入札に付するにあたって予算が不足したため流用したものでございます。また目5人海処理費、節13委託料から、前のページの142、143ページの目3
廃棄物対策費節13委託料へ64万8000円流用しております。これは平成29年6月に株式会社クリーンアメニティの破産管財人から二見産業廃棄物最終処分場に関する維持管理基金が維持管理基金を市が管理していたことについて否認請求の申し立てが提起されたため、弁護士に係争解決の委託を行ったことに関する支出でございます。二見産業廃棄物最終処分場の維持管理基金は破産処理後の当該施設を管理するための重要な原資となることから、破産管財人との和解協議を行い、本市より維持管理基金の使途について二見処分場に限定することとした条件を付して和解書の取り交わしを行いました。予算措置といたしましては、当初に否認請求の申し立ての提起に関する想定がなかったため、予算流用にて対応したものでございます。最後に208-209ページをお願いいたします。208-209ページをお願いいたします。はい、熊本地震損壊家屋と解体撤去事業繰越分の実施にあたり流用を行っております。間10災害復旧費項4厚生施設災害復旧費、目2衛生施設災害復旧費の右側の備考欄でございまして、節13委託料から節14使用料及び賃借料へ112万1000円利用しております。これは事業工期を延長したことに伴う仮設トイレや敷鉄板のリース料の予算が不足したため流用したものでございます。以上をもちまして、市民環境部所管の決算に関する説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。はい、それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。なければ以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いします。内容でございますので、他ありませんか。なければ以上で第4巻衛生費及び第10巻災害復旧費中市民環境部関係分について、を終了します。執行部の入れ替わりのため紹介いたします。どうもありがとうございました。本会に戻します。次に第7巻土木費、第10巻災害復旧費及び第12巻諸支出金中建設部関係分について一括して建設部から説明を願います。委員長。はい、松本建設部長。おはようございます。おはようございます。建設部長の松本でございます。平成29年度八代市一般会計決算のうち、建設部が所管します第7巻土木費、第10巻災害復旧費及び第12巻諸支出金における総括を述べさせていただきます。着座にて説明させていただきます。はい、失礼します。平成29年度は28年度に発生しました熊本地震からの復旧復興を念頭に入れた施策を展開し、八代市復旧復興プランと市の基本施策の実現に向けた災害に強いまちづくりを柱に据え、4つの項目の推進実現に向けてハード事業とソフト事業の両面から精力的に取り組んでまいりました。まず1点目の熊本地震からの民間住宅施設及び公共土木施設の早期復旧では、平成28年11月時点で熊本地震で市が管理する道路104カ所、下水道11カ所、公園24カ所、公営住宅47カ所など合計189カ所の被害が確認されております。また住家では全壊17棟、大規模半壊35棟、
半壊及び一部損壊2395棟の合計2446棟の被害が確認されております。特に被災箇所が多い道路では28年度からの復旧対策を継続して取り組むことで残っておりました道路3路線4箇所の復旧を8月には完了をいたしました。また民間住宅施設に対しましては地域防災崖崩れ対策事業や被災住宅再建支援事業被災宅地復旧支援事業などにも積極的に取り組み市民の安心安全の確保を最優先課題として市民に寄り添った施策の展開にも力を注いだ1年でございました。次に2点目の市民生活と経済活動を進める災害に強い社会基盤の整備推進では熊本地震被災直後から地域の防災安全安心の確保のためには幹線道路ネットワークの重要性が叫ばれる中29年4月に供与開始しました西方西宮線では引き続き南側の2工区に着手いたしました。また南部幹線でも29年3月の市施工区間の供与開始に引き続き県施工区間の事業促進を県と国に強く要望をいたしました。特に災害時においては交通ネットワークの多重化の確保が重要であり幹線道路網の強靭化にもつながりますことから新八代駅へのアクセス強化と東西の幹線樹形成を目的に仙町町の新牟田西牟田線を防災安全交付金で川田町西の流星東西12号線を社会資本整備総合交付金で取り組み平成29年度末の進捗率が新牟田西牟田線が 36.3% 流星東西12号線が 8.6% の状況で2路線ともに2022年度を完成目標として事業促進に努めているところです。この2本の指導は現在県で施工中の JR 鹿児島本線をまたぐ県道新八代停車場線とそれぞれが東西両端で接続し完成後には一本の東西アクセス道路としての機能が発揮されますことから大いにその効果が期待されるところです。次の3点目、安全で快適な住環境の形成に向けた空き家対策の施策推進では空き家本体の老朽化等を原因とする倒壊や飛散による被害浄化槽の破損や汚水の流出敷地内への不法投棄や植栽の繁茂による害虫の増殖や道路通行上の支障など個人の財産とはいえ空き家が周辺に与える影響が社会問題になっていることを踏まえ平成27年に空き家対策特別措置法が施行されました。そこで本市では除却に対する補助を行う老朽危険空き家等除却促進事業と空き家の利活用策として空き家バンク事業に取り組んでおります。老朽危険空き家等除却促進事業では例年予定戸数を上回る申し込みがなされ29年度は前年度からの繰り越しも含めて82件の除却に対する補助を行い周辺の生活環境の改善効果は確実に上がってきています。また空き家バンク事業では29年度から固定資産税納税通知書に本制度のチラシを同封するなど事業周知に力を入れて取り組んでおります。最後の4点目、新庁舎を核とした中心市街地のまちづくりの推進では新庁舎建設を契機として周辺道路整備や近隣地域の活性化に寄与するための基礎調査と方針検討を進めました。まず道路ではこれまで庁舎敷地の土地利用に大きく影響を与える都市計画道路中央線のルートについて課題を整理するとともに周辺道路の交通量調査から将来推計までの検討を加えたことで新庁舎が建設されても現在の交差点配置と形状を変更するほどの負荷はかからないとの結果が得られ今年3月に本委員会へ報告したところでございます。また景観計画策定事業では市独自の方針やルールを定めた八代市景観計画と条例の制定に向けてワークショップの開催などを通じて広く市民の声を聞きながら草案作りを進めました。以上29年度のテーマとしました
災害に強いまちづくりに関する主要事業を説明させていただきましたが、その他に建設部の重要な事業に市内一円の道路や橋梁、河川や公園などの市民に最も身近な公共施設の維持管理がございます。道路維持事業では補助金を活用して延長約2キロメートルの舗装工事や修繕214件、市内一円道路改良事業では106件で約11キロメートルの改良や舗装工事を実施し、市内一円河川改修事業では15件の改修工事や75件の除草や管理委託を実施しております。しかしながら年間1000件近く出される建設関係の交付要望に対して満足いくような対応ができていないのが現状でございます。厳しい財政状況の中ではありますが、関係予算の確保拡充と合わせて施設の安全性と緊急度を見極める力を持った職員の育成、費用対効果の視点や設計内容の再点検など執行面の工夫にも力を入れていきたいと考えております。以上、平成29年度決算における建設部所管分の一般会計総括とさせていただきます。なお詳細につきましては楠本次長並びに関係課長より説明させますのでよろしくお願いいたします。委員長。はい、楠本建設部次長。はい、おはようございます。おはようございます。建設部次長の楠本でございます。着座にて説明させていただきます。どうぞ。平成29年度八代市一般会計歳入歳出決算のうち、第7巻土木費、第10巻災害復旧費及び第12巻諸支出金中、建設部関係分は平成29年度における主要な施策の成果に関する調書その1及び一般会計歳入歳出決算書を用いまして説明を行います。なお調書の方の金額は1000円未満を試写購入し1000円単位となっております。最後に一般会計歳入歳出決算書で流用額の説明を行います。まず主要な施策の成果に関するその1の11ページをお開きください。歳出決算の状況の E 目的別の7の土木費の決算状況でございますが、現年度予算額63億97万9000円に繰越額11億1176万円を加えました予算減額75億183万9000円に対しまして、支出済額は61億7369万2000円で、執行率は 90.5%、 全体の中での構成費は 9.4% でございます。支出積額を前年度と比較しますと3億3385万4000円、 5.7% の 増加となっております。それでは土木費の決算状況につきまして、同じ調書を用いまして主なものについて説明いたします。128ページをお開きください。下段の老朽起点空き家等除却促進事業は、老朽化して危険な状態で放置されている空き家の除却をするものに除却費用の一部を補助するものです。決算額4616万7000円は82個分の解体除却補助金の支出が主なものです。特定財源として国庫支出金769万円があります。繰越額540万円は熊本地震の影響で解体業者等の手配が難しく9個分の補助金を繰越したものです。扶養額102万1000円は交付金の内事原因や限度額に満たない申請があったためでございます。今後の方向性として市による、規模拡充とし当事業への申し込みも増えており、周辺環境の改善効果は確実に上がっていることから、
申し込み件数に対応できるよう取り組んでまいりたいと考えております。129ページをお願いします。上段の民間建築物耐震化促進事業は、民間建築物の耐震化性が低いとされている昭和56年以前に着工した戸建て木造住宅や緊急輸送道路の沿道建築物の所有者に対して耐震診断及び耐震改修費用の一部を補助するものです。決算額410万1000円は、耐震診断5件、耐震改修設計6件、耐震改修工事3件、建て替え工事1件、シェルター1件を実施しております。特定財源として国県出資金169万7000円があります。繰越額280万円は、熊本地震の影響で耐震診断を実施する建築士の不足により、耐震改修設計2件、耐震改修工事3件、建て替え工事1件を繰り越したものです。扶養額464万9000円は、当初耐震改修設計21件、改修工事6件分の予算を確保しておりましたが、設計者の不足や改修設計後の工事負担への経済的理由などから、耐震改修設計が8件、改修工事が4件と申請が少なかったのが主な理由です。今後の方向性として、市による実施、要改善とし、耐震化の重要性の啓発と事業の周知に力を入れ、耐震化の促進に努めてまいりたいと考えております。130ページをお願いします。上段の要緊急安全確認大規模建築物耐震化支援事業は、対象建築物の耐震診断結果をもとに、耐震改修の設計および耐震改修工事を行うものに対して費用の一部を補助するものです。決算額1026万3000円は、耐震改修設計1件、耐震改修工事1件を実施しております。特定財源として国県出資金769万6000円があります。繰越額2564万6000円は、熊本地震による人手不足などの影響で耐震改修工事1件を繰り越したものです。今後の方向性として、市による実施現行通りとし、今後は市内の対象建築物の3件のうち2件が完了または着手したため、引き続き残る1件へ事業の利用を働きかけてまいりたいと考えております。131ページをお願いします。下段の交通安全施設整備事業は、交通事故多発箇所や安全対策を施す必要のある指導等に、ガードレールやカーブミラーなどの安全交通安全施設を設置または修繕するものです。決算額3907万4000円は、ガードレール設置13件、721メーター、カラー舗装や区画線設置7件、約 8.8キロメートル、交通安全施設の修繕83件などを実施しております。扶養額92万6000円は、入札残が主なものです。今後の方向性として、市による実施現行通りとし、今後も継続し、安心安全な道路空間を確保していくため、道路パトロールや警察教育委員会との連携を強化し、効果的な対策を検討しながら取り組んでまいりたいと考えております。132ページをお願いします。上段の道路維持事業は、市が管理する道路の機能保全を目的に、路面や構造物の維持補修及び並びに街路樹の維持管理などを行うものです。決算額7億4953万6000円は、補助事業分として未知整備交付金事業では、
舗装補修工事520メーター、防災安全交付金事業では舗装補修工事を1095メーター、災害防除工事では348メーター、視覚障害者誘導ブロック設置工事96メートルなど、単独事業分では比較的規模の小さな工事や舗装の補修などの維持工事を22件、災害防除工事1件、その他側溝の堆積土砂浚渫などの役務、側溝蓋などの修繕214件を実施したものです。特定財源として国庫補助金2億9296万円、その他特定財源としまして道路占用料など4260万1000円があります。繰越資金7380万円は国の補正内事が年度末となったことが主な理由です。不用額3771万円は交付金の内事源が主なものです。今後の方向性として市による実施規模拡充とし、市が管理する膨大な延長の道路を安全に維持していくために予算と人員の規模拡充に取り組んでまいりたいと考えております。下段の市内一円道路改良事業は覆因が狭く利用がしづらい、路肩が崩れて危険であるなど改良が必要な市道を整備し、市民の日常生活の利便性安全性の向上を図っております。決算額9億7896万2000円は道路改良や舗装などの工事106件、延長約11キロメートルの改良を実施しております。このうち国の補助事業であります社会資本整備総合交付金では、鏡町の野津橋障子長溝線、仙町町の新牟田西牟田線、および真っ高工区の長碇町高島線の整備に取り組んでいるところです。特定財源として国庫支出金1億155万8000円があります。繰越資額1億5182万8000円は熊本地震の復旧が進む中、工事に要する作業員や資材し機材等の不足などから繰り越しております。扶養額2884万9000円は交付金の内事が主なものです。内事源が主なものです。今後の方向性として市による実施規模拡充とし、毎年多く航空要望が寄せられる中、現行規模では対応が難しい状況にありますことから、効果的、計画的に取り組むとともに規模も拡充してまいりたいと考えております。133ページをお願いします。上段の橋梁長寿命化修繕事業は、市が管理する1893橋の橋梁の老朽化が進む中、壊れてから架け替えるのではなく、早めに予防を保全することで寿命を延ばし、トータル的に費用の縮減を図ろうとするものです。決算額1億8521万9000円は定期点検業務委託6件、409橋や補修工事に要する設計業務委託4件4橋、および萌え町の第一流送橋など9橋の補修工事を実施したところです。特定財源として国庫支出金9950万8000円があります。繰越額66万円は点検業務委託で JR との協定締結に向けた協議に不足の日数を要したことから繰越しております。扶養額7566万9000円は交付金の内事源が主なものです。今後の方向性としましては、市による実施規模拡充とし、
高度成長期に建設された橋梁の老朽化は確実に進んでおり、公共施設の適正な保全に取り組んでまいりたいとも考えております。134ページをお願いします。上段の地域防災崖崩れ対策事業は、激甚災害に伴い発生した斜面や宅地擁壁の崩壊等が放置すれば、次の交付等により人命の損失や人家等への被害を与える恐れがある場合に、緊急的に崩壊防止工事を行い災害を防止するものです。決算額1043万8000円は、高前寺地区で業務委託1件、崖崩れ対策工事1件を実施したものです。特定財源とし、特定財源として、ね、国庫支出金782万8000円、その他特定財源として、事業の分担金41万7000円があります。不要額95万8000円は設計変更によるものです。今後の方向性としまして、市による実施、現行同意とし、人命の損失や人家等への被害防止に取り組んでまいりたいと考えております。135ページをお願いします。上段の市内一円河川改修事業は、未改修の河川や老朽化等による護岸崩壊など、整備優先度の高い河川施設を計画的に改修を進めることで、未然に河川災害を防止し、市民生活の安全確保を図るものでございます。決算額5482万4000円は、二見本町の山の田川など15件の改修工事や、修繕10件、仙町町の小沢川など75件の除草及び河川施設等の管理業務委託を実施しております。特定財源として、県出資金1073万8000円があります。不要額129万4000円は入札残が主なものです。今後の方向性として、市による実施、現行通りとし、市民生活の安全確保を図るため、計画的な河川改修を進め、河川災害防止に取り組んでまいりたいと考えております。136ページをお願いします。上段の八代港県営事業負担金事業は、熊本県が八代港の利便性向上、船舶運航の安全確保及び港湾機能充実のために実施する港湾改修事業等に対し、八代市が費用の一部を負担しているものでございます。決算額5億1182万9000円は、国直轄事業の大津島南地区の港湾改修が20分の1の負担金で2516万9000円、大津島南地区以外の港湾改修が10分の1の負担金で4億466万円、港湾補修事業の外交地区における道路補修や堤防補修及び航路浚渫などが6分の1の負担金で8050万円、海岸堤防等老朽化対策が20分の1の負担金で150万円が支出の主なものでございます。不要額2億1317万1000円は、県営事業負担金事業において年度末における事業費精算に伴う残額が主なものでございます。今後の方向性として、市による実施、現行通りとし、八代港港湾計画に沿った施設整備が着々と推進されるよう、予算の確保に努めてまいりたいと考えております。下段の港湾施設改修事業は、市が管理します日名子港及び鏡港の港湾施設の改修を行い、港湾機能の強化を図るものでございます。
決算額2,794万9,000円は鏡湖白地に堆積した土砂3600平方メートルの浚渫を実施したものです。特定財源として国庫支出金900万円があります。繰越額4300万円はシラス両棚の時期と重なり工事ができなかったことが主な理由でございます。扶養額3705万1000円は交付金の内事件や入札残などが主なものでございます。今後の方向性として新夜実施現行通りとし、今後も避難港と鏡港の施設改修や浚渫を計画的に取り組んでまいりたいと考えております。137ページをお願いします。下段の被災宅地復旧支援事業地震災害関連は平成28年熊本地震による被災宅地等の復旧に要する費用に対し補助金を交付するものです。決算額3270万2000円は宅地復旧16件の支出が主なものでございます。特定財源は全額県支出金でございます。扶養額52万8000円は新生産が主なものでございます。なお本事業は県の復興基金を財源としており平成31年度をもって終了する予定でございます。今後の方向性として市による実施現行通りとし、さらなる周知やきめ細やかな相談対応に努めてまいりたいと考えております。138ページをお願いします。上段の景観計画策定事業は景観形成に関する市独自の方針やルールなどを定めた八代市景観計画とその実効性を法的に担保する八代市景観条例を策定するものです。決算額1234万7000円は八代市景観計画策定事業業務委託1件の支出が主なものでございます。扶養額24万2000円は策定委員会の開催が3月から4月に変更になり委員への旅費や謝礼が不要となったことが主なものでございます。今後の方向性として市による実施現行同意とし景観条例を30年度内に制定し景観計画を31年夏頃より運用していきたいと考えております。139ページをお願いします。上段の西方西宮線道路整備事業は西方町の八代臨港線と西宮町の国道3号線を結ぶ都市計画道路の整備で全体延長1000メートルのうち八代臨港線から市道上方町上日置町線通称日中通りまでの1工区360メーター区間が29年4月に開通しました。引き続き事業認可を取得し市道上方町上日置町線から八代市食肉センター跡付近までの2工区350メーターの整備に取り組んでいるところでございます。決算額4207万9000円は1工区周辺の舗装工事など4件2工区の建物等保証調査業務委託2件などの支出が主なものでございます。特定財源として国庫支出金2029万6000円があります。繰越額7693万円は地権者との調査日程の調整及び調査後の移転候補の検討に不足の日数を要し年度内の用地保証契約が困難なこととなったことから繰り越したものです。今後の方向性として市による実施規模拡充とし本路線は国道3号まで、開通してこそより効果が発揮されますことから規模を拡充して取り組んでまいりたいと考えております。下段の南部幹線道路整備事業は
市街地中心部の立間町から八代南インターチェンジ付近の国道3号を結ぶ都市計画道路の整備で、全体延長5630メートルのうち市施工区間が29年3月に開通し、県施工区間として立間町交差点から麦島線までの延長965メートル区間を28年度から8年後の2024年度完成を目標に整備が行われております。決算額4042万9000円は主に南川大橋仮設に伴う河川管理用道路の改良工事のための測量設計業務委託1件と、その改良工事を含む工事5件、補償3件、および県事業への負担金などでございます。今後の方向性として、市による実施、規模拡充とし、本路線は全線開通してこそ、より効果が発揮されますことから、今後も予算確保に努め、事業促進が図れるよう強く要望していきたいと考えております。140ページをお願いします。上段の八の字線道路整備事業は、麦島線と南部幹線を結ぶ都市計画道路の整備で、全体延長1260メートルのうち未整備となっている宇柳新町2丁目から吉牟田町までの延長190メートルの整備に平成26年度から取り組んでいるところでございます。決算額1億3260万円は、用地買収に必要な地籍測量図作成業務委託など3件、用地取得9件、建物保証2件、改築工事5件などを実施しております。特定財源として国庫支出金6935万円があります。繰越額5300万4000円は、用地交渉に不足の日数を要し、年度内の工事完了が困難なこととなったことから繰り越したものです。不要額2808万5000円は、29年度予算要求後に補正予算の内示があり、事業の前倒しができたこと、事業最終年度による精査した結果不要となったことが主なものでございます。今後の方向性として、市による実施、現行通りとし、平成30年度内の供与開始に向けて取り組んでいるところでございます。下段の雨水ポンプ場施設整備事業は、市街地における浸水防除を目的に、季節の雨水ポンプ場施設の改築更新を行っております。決算額8555万2000円は、日南郡浜松にあります雨水ポンプ場改築工事の第2期としまして、主に電気設備工事を実施しております。不要額1935万円は入札残が主なものでございます。今後の方向性として、市による実施現行通りとし、今後も適切な施設整備に取り組んでまいりたいと考えております。141ページをお願いします。上段の市内一円都市下水路整備事業は、主に都市計画用途区域内の排水路の改良および維持管理を行うことで、浸水防除と環境整備に寄与するものでございます。決算額8130万円は、排水路改修工事21件、排水路修繕など22件を実施しております。不要額1219万7000円は、入札残が主なものでございます。今後の方向性として、市による実施規模拡充とし、近年は農用地の宅地化や住民の高齢化など、地元による排水路の維持管理が難しくなり、また浚渫の要望が年々多くなってきていることから、規模の拡充が必要と考えております。下段の市内一円公園施設整備事業は、既存公園の施設整備の中で補助事業の対象にならない比較的小規模な工事に対して、市の一般財源を充てて進めております。決算額
2,393万2,000円は東洋町の黒淵河川自然公園階段改修工事など21件、郡地区大垣多目的運動場設計業務委託1件を実施しております。不要額106万8,000円は入札団が主なものでございます。今後の方向性として市による実施現行通りとし、効率的な施設整備に取り組んでまいりたいと考えております。142ページをお願いします。上段の都市公園安全安心緊急、安全対策緊急支援事業は老朽化した公園施設の改築更新を行うとともに、トイレ等の施設のバリアフリー化改築を行うなど公園利用者の安全確保を図るものです。決算額3万7千円は築添児童公園施設設計業務委託など2件、熊川河川緑地トイレ改築工事など7件を実施しております。特定財源として国庫支出金2,716万8,000円があります。不要額2,530万円は交付金の内事源や入札残が主なものでございます。今後の方向性として市による実施現行通りとし、今後とも公園利用者の安全確保を図るため計画的な施設整備に取り組んでまいりたいと考えております。下段の公園施設長寿命化対策支援事業は都市公園の老朽化してきた施設の長寿命化を図るための計画を策定し、その計画に基づき効率的に施設の改築更新を行うものでございます。決算額3,756万7,000円は田中児童公園遊具改築工事など8件、施設改築設計の委託を2件実施しております。特定財源として国庫支出金1,872万9,000円があります。不要額389万1,000円は交付金の内事源や入札残が主なものでございます。今後の方向性として市による実施現行通りとし、公園施設長寿命化計画に基づき効率的な施設整備に取り組んでまいりたいと考えております。143ページをお願いします。恐れ入りますが資料の訂正がございます。下段の八千代地区土地区画整理事業の事務事業の概要欄の3行目、事業実施期間の完成年が平成34年となっておりますが平成35年に訂正をお願いします。申し訳ございませんでした。本事業は良好な市街地整備のため道路や公園等の整備改善を行い、宅地の利用増進を図るものでございまして、平成12年度より小賀中町の面積44ヘクタールの区域を市施工で取り組んでいるところでございます。決算額1,862万7,000円は都市計画道路や区画道路の築造490メーター、建物や借家人家の移転保証22件などを実施しております。特定財源として国庫支出金283万5,000円、その他特定財源として八千代地区土地改良整理事業基金繰入金6,775万3,000円があります。繰越額2,309万4,000円は熊本地震の影響もあり、保証物件である建物の解体業者の手配が遅れたことで、その後に施工予定の道路築造工事の施工もできなくなったことが主な理由でございます。不要額3,256万4,000円は交付金の内事源や入札団によるものです。
今後の方向性として市による実施現行同意とし、今後も引き続き効率的な整備に取り組んでまいりたいと考えております。144ページをお願いします。下段の公営住宅施設整備事業は、市営住宅の危険または老朽化箇所を計画的に整備することで、安全で良好な住宅を供給するとともに、施設の長寿命化によって事業全体の建設コストを縮減を図るもので、市が管理する30団地を対象とするものです。決算額1572万8000円は、新町団地で8戸の電気温水器取り替え工事、流祖川団地で3戸の浴室防水工事、防水修繕、坂本駅前団地外柵修繕、8戸の政策空き家解体などを実施しております。その他特定財源として公営住宅使用料1572万8000円があります。今後の方向性として、市による実施現行同意とし、今後も計画的な施設整備に取り組んでまいりたいと考えております。145ページをお願いします。上段の公営住宅ストック総合改善事業は、市営住宅を長く維持し、総合的な建設コストを抑えることを目的に、八代市営住宅長寿命化計画を策定し、平成23年度から取り組んでいるものでございます。決算額7851万6000円は、築添団地2棟および高島団地1棟の屋上防水工事、麦芝団地2棟の屋上防水および外壁改修工事などを実施しております。特定財源として国庫支出金3767万8000円、その他特定財源として公営住宅使用料4283万8000円があります。扶養額952万6000円は、交付金の内事源や入札残が主なものです。今後の方向性として、市による実施現行同意とし、今後も八代市営住宅長寿命計画に基づき適切な改修に取り組んでまいりたいと考えております。飛びまして、138ページをお願いします。ここからは、公共土木施設災害復旧費になります。自然災害により被災した公共土木施設を迅速に復旧することで、公共の福祉を確保するもので、すいません、183ページ、すいません、よろしいでしょうか。ここからは公共土木地災害復旧費になります。自然災害により被災した公共土木施設を迅速に復旧することで、公共の福祉を確保するもので、道路橋梁施設、河川施設、港湾施設、都市計画施設をそれぞれについて説明いたします。上段の道路橋梁施設災害復旧事業は、被災した道路の舗装や糊面、橋梁等の施設を復旧するものです。決算額6100万6000円は、平成29年6月の梅雨前線豪雨などによって被災した坂本町の一ノ又線などの災害復旧工事5件や、測量測計調査業務委託2件、土砂撤去などの応急復旧38件、電柱移転の補償一件の復旧を実施しております。特定財源として国庫支出金2302万3000円があります。繰越額586万6000円は、
他の災害復旧工事との服装により工程調整に不足の日数を要し、年度内の完了が困難になったため繰り越したものでございます。なお繰り越し工事につきましては平成30年7月に完了しております。不要額188万1000円はこの予算が被災から直ちに概略調査をもとにして計上しておりますことから、補助査定や詳細調査の結果と差異が生じたことが主なものです。下段の河川施設災害復旧経費は被災した堤防や護岸の河川施設を復旧するものです。決算額718万円は平成29年6月の梅雨前線豪雨などによって被災した泉町の栗木川など河川施設の復旧工事1件、修繕7件の復旧を実施しています。特定財源として国庫支出金260万9000円があります。繰越額480万円は坂本町の竹川の復旧工事で入札不調により設計の見直し及び業者の手配等に不足の日数を要し、年度内の完了が困難になったため繰り越したものでございます。繰り越し工事につきましては平成30年7月に完了しております。184ページをお願いします。上段の港湾施設復旧災害復旧事業は被災した船上げ場施設や浮桟橋などの港湾施設の復旧を行うものです。決算額99万4000円は平成29年7月の台風3号によって被災した避難校の照明灯基礎修繕、船上げ場施設下修繕や鏡港の浮桟橋修繕など3件を執行しております。下段の公園施設災害復旧事業は被災した公園の照明灯やシェルター、倒木撤去などの公園施設の復旧を行うものです。決算額148万4000円は平成29年7月の台風3号によって被災した球磨川緑地河川のシェルターなどの公園施設設備修繕6件、新八代駅亀山公園の倒木撤去など3件を実施しております。公共土木施設災害復旧事業の今後の方向性として市による実施現行通りとし、今後も迅速に復旧し公共の福祉を確保するために取り組んでまいりたいと考えております。第7巻土木費及び第10巻災害復旧費中建設部関係分の主な事業にかかる予算の執行状況は以上でございます。次に巻12小支出金につきまして歳入歳出決算書において説明させていただきます。決算書の213ページをお願いします。ページ上段の巻12小支出金等に土地改良公社費目1土地改良公社費で土地開発公社費では土地開発公社費公社貸出事業物件を実施しております。この事業は八代市の委託事業に伴い公社が借り入れた事業資金にかかる利子分や運営費及び一般管理費について市が負担するものです。決算額決算額49万4396円は土地開発公社の理事会開催に伴う費用弁償並びに事務局で使用する消耗費などが主なものでございます。続きまして企業会計繰出金について説明いたします。174、175ページをお願いします。
右歩道の尾行欄中歩道に記載の関7土木費、高5都市計画費、目1都市計画総務費、節28繰り出し金の15億5610万円は、企業会計繰り出し金事業、下水道で、繰り出しを行っております。不要額6040万円は、下水道事業会計の前年度における余剰金分を減額調整したことによるものでございます。最後に流用につきまして、流用額が100万円以上につきまして説明いたします。決算書の168-169ページをお開きください。右の備考欄下段の1595万2000円は、目に道路維持費の節15、工事請負費より節13、委託用へ流用しております。これは国の補正により、実施する災害防除工事の測量設計業務委託料が不足したことから流用したものでございます。次に171ページをお願いします。右の備考欄、中ほどの318万5千円は、木産、道路新設改良費の節13、委託料より節15、工事請負費へ流用しております。これは市内一円道路改良の市単独事業分において、熊本地震の影響を受け、工事積算に復興係数の導入に伴い、工事経費がかさみ、工事請負費が不足したことから流用したものでございます。続きまして、534万2000円は、木産、道路改良新設改良、道路新設改良費の節17、公有財産購入費より節13、委託料へ流用しております。これは市内一円道路改良の交付金事業分において、流星東西12号線の用地測量の実施に際し、測量範囲が広範囲にわたることになったため、委託料が不足したことから流用したものです。次の250万5000円は、木産、道路新設改良費の節22、補償補填及び賠償金より節13、委託料へ流用しております。理由は先ほどの説明と同様でございます。最後の1833万3000円は、木産、道路新設改良費の節22、補償補填及び賠償金より節17、公有財産購入費へ流用しております。これは市内一円道路改良の交付金の繰り越し事業分において、建物の移転補償を予定しておりましたが、熊本地震の影響により住宅メーカーの作業に遅れが生じ、年度内の補填が困難であることが判明したため、補償補填及び賠償金より流用し、補助事業の清算を適正に行ったものです。次に172-173ページをお願いします。右の備考欄中中ほどの270万円は、61河川費の節15、工事請負費より節11、事業費へ流用しております。これは平成29年6月の梅雨前線豪雨により、河川に土砂が堆積し、早急に土砂撤去を行う必要が生じ、修繕費が不足したことから流用したものです。その下に記載の139万7000円は、目1河川費の節15、工事請負費より節19、負担金補助及び交付金へ流用しております。これは事業促進による県事業増に伴い、負担金が不足したことから流用したものです。次に174-175ページをお願いします。右の備考欄の下段に記載の126万2000円は、
木に街路事業費、設15公有居費より、設17公有財産購入費へ流用しております。これは西方西宮線の交付金の内需増により用地費が不足したことから流用したものです。続きまして123万2000円は木に街路事業費、設19負担金補助及び交付金より設17公有財産費購入費へ流用しております。理由は先ほどの説明と同様でございます。再下段に記載の121万1000円は木に街路事業費、設19負担金補助及び交付金より設22補償補填及び賠償金へ流用しております。これは西方西宮線の交付金の内需により価格保証費が不足したことから流用したものです。最後に179ページをお願いします。右の備考欄中段より少し下に記載の372万2000円は目1住宅管理費、設11事業費より設15工事受給費へ流用しております。これは上柳上町第二団地で最後の一軒の入居者が退去された空き家、退去され空き家になったことに伴い周辺住民から危険や不安解消のための撤去要望もあり、翌年度撤去予定であった同団地内の空き家2軒と合わせて3軒全てを撤去することとしたため工事受け費が不足したことから流用したものです。以上で説明を終わります。ご審議よろしくお願いいたします。はい、それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。はい、はい、堀委員。はい、まず部長の総括がですね、非常に分かりやすくてご質問しなくてもいいかなと思ったんですけど、高額のために少し教えていただきたい部分があってちょっとお尋ねします。129ページのですね、空き家バンクの事業なんですけれども、事業の取り組みになって、その登録のこう進捗というか、何年か前に空き家をこうずっと調査されましたよね。でそれを受けて、登録をしてくださいっていう事業だと思うんですけど、どれぐらいこう、登録の件数が増えて、それをまた活用することができているのかっていうのがこれで分かればですね、教えていただきたいと思いますけど。はい、はい、下村建設部理事兼建設住宅課長。おはようございます、建築住宅課下村と申します。よろしくお願いします。堀委員のご質問ですけれども、成果についてですが、平成28年度につきましては、これは地震の影響やその周知不足があったということで、相談件数、それと申請数、登録件数ともに非常に少なかったところでございます。平成29年度につきましては、年度当初に部長からもお話ありましたけれども、チラシの配布等をいたしまして、これが功を奏しましたのか、相談件数は前年度と比べて7倍近いご相談がございました。実件数にしますと170件弱ぐらいの年間に相談がございました。ただですね、それから登録の申請に関しては19件、かなり少ないんですけれども、そのうち実際に登録された件数は8件ということにとどまっております。28年と29年の合わせてもですね、2か年で10件の登録にとどまったということでですね、結果としては、当初目的としていると20件という数を目標としておりましたけれども、その半分になってしまった。
まあ、今後この結果を踏まえてですね、引き続きその制度の周知、浸透に努めていって、また地域や関係団体等にですね、と連携したその取り組みをして、登録拡大に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。はい、はい、ありがとうございました。はい、他ありませんか。いいですか。はい、山本委員。71ページ22節より17節への流用の件についてもう少し詳しく説明してください。課長。皆さんこんにちは。今日岡野西でございます。よろしくお願いいたします。今のご質問についてお答えいたします。先ほど流用のところで説明がございましたが、通常基本的にもともと22節ということで、建物保証というのを予定してですね、それでちょっと繰り越したという事業の話になりますが、建物保証をするために繰り越したんですが、その建物をですね、住宅メーカー、新しい家を建てるというような住宅メーカーがですね、いろんなところで熊本市の影響で、建物が建てたということもありましてですね、もう新しい住宅というのが1年2年先というような状況になっているような状態でございました。それでもともと保証として建物保証として繰り越してはいたんですが、それが基本的に年度内に完了できなくなったということがございまして、まだまだ用地を取得する部分がですねかなりあったもんですから、補助金をですね、自己繰りとならないようにですね清算するために保証をですね、建物保証を諦めまして、それを用地取得の方に振り替えたということで、保証金の方からですね、用地財産購入費の方に、流用したというのがこの、22節から17節へ流用しました1833万3000円の内容でございます。いいですか。はい、よくわかりました。今回については、土木についてもですけども、療養が多いという状況なんです。今年が私がちょっと今再の決算を見た中ではですね、5000万近くが空けて療養しておると、5600万くらい、前年度からもですね、療養が多くなっている。内容は内容として、療養というのをですね、しっかり精査した中で利用するか繰り越しをするかということの中でですね、考えられた結果だと思うんですけども、この22節から17というのは固有財産、これについて会計あたりが入った時には説明というのはその説明で通りますか。私は通ると思うんですけど、通りますかということで。はい、西戸区課長。会計検査自体がその補助金が適正に執行されているかということになりまして、今回その用地購入費に流用しているという流用したということの内容よりはですね、その用地の単価を決めた根拠というものが適正であるかというところが大体中心になるということで、全くですね、なんでこういう流用したんですかというところに対して指摘がないというわけではありませんが、今回熊本地震というようなところの理由でですね、ご説明すれば、会計検査にも適正な単価を使用していればですね、問題はないと考えております。はい、じゃあ、はい、よろしく。ありがとうございます。ちょっと少し心配をしたものですから、質疑をしたということですね、ご理解してください。はい、どうぞ。
今回のこの流用について、まあ、特に何節かの中でずっとありましたが、まあ、これからについての、まあ、部長としての見解、流用、29年度の決算についての流用についてのですね、部長の認識と、それから今後の課題等をですね、お聞かせいただければと思います。はい、松本建設部長。はい。ただいま委員からの、お尋ねでございますが、流用に関しましては、やはりこういう決算委員会等でも説明を求められますことから、適切に、その理由等も勘案して、流用には、行ってまいりたいというふうに考えておりますし、当然市民に対しましてもその理由等も分かりやすい形で、の中身になるように、気をつけていきたいというふうに考えております。はい、じゃあどうぞ。はい、山田委員ありがとうございます。繰り越しについてもですね、先ほど説明があったんですけども、前回の繰り越し分、まあ、一昨年の決算でも私は質疑をしたんですが、繰り越し分についてはもう本当に今回はですね、ものすごい高くの繰り越しをして、まあ、熊本地震があってですね、まあ、今回の歳入歳入決算書を見た中で次長から説明ありました。もうページ数は言わないんですけども、これだけのですね、繰り越しの中で新しい現年度でですね、対応しなきゃいけないという、それについては職員の方々の偉大な、その、まあ、莫大な時間と能力と、それとやはり頑張った私は成果だとこの決算書を見るんですけども、まあ、そこあたりについてはですね、私は大変評価したいと、まあ、本委員としてはですね、けれどもやはりその職員不足であるか、それともその職員不足についてはですね、これは先ほど次長からの説明あったように、土木関係、事業関係については職員不足が一番大事なんです。職員の不足しないようにですね、確保するのをですね、これからの土木費の中でですね、私は大事なことだと思いますが、いかがでしょうか。決算書を見る範囲の中で部長。はい、はい、松本建設部長。はい、28年度から29年度への繰り越し額に比べまして、まあ、29年度から30年度へ繰り越した、ました額は約半減ぐらいしておりまして、かなり、職員にその時間外も含め、大変ご苦労かけたというふうに考えております。まあ、業界としの方もかなり資機材の減、不足とか、まあ、技術労働職員の減少等もだんだん八代市においては問題なく進んでいるものかと思っております。建設部の職員につきましては、まあ、必要な人員の方は各課から要望が出され、そして人事当局の方に、毎年お願いをしているところでございますが、まあ、そのこちらが要望しました人員に、まあ、実際の採用が満たらないようなこともありまして、まあ、今後とも建設部の職員、技術職員、特に、その増員については一生懸命私たちも人事当局の方にお願いをしてまいりたいと考えております。以上です。はい、山本委員。私のやっぱ本委員の考え方なんですけども、まあ、土木費というのは河川から道路からいっぱいあるじゃないですか。まあ、そういう中で、やはり道路を作ることによって事故の発生率が減少すると、これがやっぱり土木費の中で一番、まあ、河川も道路の中ですね、河川についてはやはり河川の整備して災害が起きないような整備をすると、橋梁については橋がやはり壊れないように、やっぱり事故がないような、そしてまた、市内道路一円については通勤道路のですね、通勤の短縮をするとか、環境の景観条例の中でも言われたように、そういうのを含めた中で土木費というのをですね、私はやはり予算決算の中で連携をしていかないかん、そのように思います、思っておりますので、今回の決算書を見る範囲内についてはですね、やはりその事業については妥当性なのか有効性なのかということを問う中でもですね、私は一生懸命に
その職員が頑張った推移というのは、その扶養額についても先ほど次長が説明しました。これは扶養額については入札の要因についてですね。であとはですね、今回の決算書を見る中ではやはり予算の要求、まあ、9月で我々決算が一応決算が今回承認しますと、12月は皆さん方執行部については予算編成の中でいろいろと苦労なされていく、3月に新しい新年度の予算、この新年の予算に反映をしていただくためにですね決算をしているんですよ。そこあたりについてはですね、もうものすごくいろんな箇所箇所についてもですね質問を質疑をしたかったんですけども、まあ、それについてはですね一生懸命努力されたその経緯というの後がですね見出しましたので、質疑をいたしませんけども、まあ、地方財政がこんなに厳しい状況になっておりますので大変なコスト減についても努力をなされたということに評価をして、おりますので、まあ、1点だけはですねこれは施策の中で前回も質疑をした経緯があります。道路位置と市内位置への道路の改良、これについてもうほとんど予算計上がですね毎年指摘をしても財政部が予算を増やしてくれないと、その現状になるということでありますので、中村委員長は委員会としてもですねこの件についてはですね毎年のようでありますので、その点についてはですね委員会、まあ、委員長のご配慮をいただきながらですね執行部に対してもですね財政部に対してもこの問題については、委員から後からその財政部に、まあ、意見でもですねそうさせていただければなというふうに思っております。なぜならばというと、もう一番大事なのは、航空要望が前回もずっとあってきて 20% 台延長を今消化してないんですね。でそういうことでありますので、ここら辺については9月の航空要望等がもう出てくるか出てこないか分かりません、まあ、そういうのを含めますとですねやはり 20% は 30% 40% になるためにはですね予算の確保が一番大事だと、そういうのを思いますので、武力ながらその執行部だけに責任は合いません、会うことはできます、合わせることはできません。我々議会議員としてもですね、この問題には同平行の中でですね、予算要求については努力していかなきゃいけない。これが今の行政と議会のですね、役割なんです。そういうことを真剣に捉えて、今回検査に臨んだわけでありますけれども、詳細については、具体的にはもう質疑をいたしません。はい。あと一件が他にありますので。はい。他ありませんか？質疑、他ありませんか？はい、なければ以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いします。はい、意見ですか。はい、委員、はい、今山本委員もですねおっしゃったように流用の説明を聞いておりまして、納得分かりやすいものとですねそれから工事受け費が不足した部分とかっていうのもありまして、もう質疑はしませんけれども、流用のこう額がですね他の部門に比べれば多岐にわたるし、まあ、その限られた予算枠の中でやりくりをされているというふうに捉えればですね前向きな努力をされたという評価はしていいと思うんですが、まあ、ちょっと分かりにくい部分もあったので、まあ、その辺はご留意いただきたいというのと、それから繰越金のですね、額も同じように説明がつくものと、それから、まあ、職人不足とか資材 の手配ができなかったというものも あったようで、山本委員がおっしゃったように道路維持としない一円道路改良で約6億円が繰り越しになってますよね。でその進捗についても、まあ、今年度事業されているというわけでしょうから、まあ、こう雪だるまに、事業のこう持ち越しが増えていくと、まあ、職員さんのですね、まあ、手が足りない中での、まあ、事業も増えるということでしょうから、まあ、ぜひとも重ね重ねです、まあ、そこら辺は頑張っていただきたいという意見をつけさせて。委員長、意見ですか。はい、山本委員。先ほどから説明があった今後の方向性っていうのは、希望の拡充というのが11点ぐらいあるんですよね。11箇所ぐらい。希望の拡充をすればどうしてもですね、職員の負担が来る。ここら辺に結びつくんですよ。説明があった中でですね、まあ希望の拡充をすればそういうような状況になりますので。ぜひともですね、今回の執行部との新しい新年度の予算のすり合わせ等についてはですね、今新しい新
会計制度がスタート30年しますからですね、要求の時には詳細に何が理由なのか、要求する時にはどういうことの理由で要求するのかということをですね、完璧にですね、財政部にはですね、まとめて、要求していただきたいと、これは私の、まあ、知恵と言うといけませんけども、まあ、そういうふうに、考えておりますので、まあ、意見としてですね、捉えてください。はい、分かりませんか。はい、お手に。はい、今お二人の意見に全く同感でございまして、もうご存じの通り市民相談が一番多いですね。道路維持事業と市内一円道路改良事業、それから市内一円都市下水路整備事業ですね。これは地元で浚渫をして、その浚渫砂利等を運ぶ運搬品、この辺をしっかりまた地元で知らないか、町内会もあるかと思いますので、この辺の PR と予算の確保をですね、しっかりしていただきたいなというふうに思います。分かりませんか。はい、内容でございますので、なければこれより採決します。議案第114号、平成29年度八代市一般会計歳入歳出決算中と委員会関係分について、これを認定するに賛成の方の挙手を願います。はい、挙手全員と認め、本決算は認定するときに決しました。執行部入れ替わりのため紹介します。という本会に戻します。午前中の審議は第7巻同区位及び第10巻災害普及費までとし休憩いたします。午後13時15分から再開いたします。よろしくお願いします。